さん、こんにちは、もちみおです。ブラックです。ということで、今回も声優とブラシニュースアプリバイトこうと思うんですが、今回は恒例のガチスカ紹介ですね。今週のやっていきたいなというふうに思います。まあ、今回はですね、4123はセパハン型で、エピック、ビッグタイム、なしのスカット。で、最後に実際におもちゃ TV がオンラインで回っている、4123ではなくて、今のガチスカの方ですね。ちょっとスカット紹介していければなというふうに思います。ということで、まずはこちら、4123エピックビッグタイムなしのスカットということで、まぁ、ちょっと人選解説とかね、していければなと思うんですけど、まずキーパーはですね、こちら、アリソンということで、キーパーが今週どんなルンバとか、クルトワとかが C なんですよね。って中で、アリソンが、まぁ、B ということで、まぁ、このダービーのアリソンね、使ってるんですけど、まぁ、能力もやっぱり結構高くて、クルトワとかどんなルンバとかに負けないぐらいの能力してるんだけど、ちょっと使ってきてでもやっぱり思うのは、攻撃的 GK でいいところはあるんだけど、やっぱね、クルトワとかの方が止めてくれるなって印象はあるんで、クルトは C なんだけど、まあ C で向こうコンディション並み小さいだから、クルトはでも正直いいのかなっていう。フォーバック右からダニーロ、デリーフと、マルキニョス、そして、ロバートソンというか、ダニーロがね今週 A できてるということで、フォーバックの場合は守備的な能力が高い選手がまあ大事かなと思ってるんで、ディフェンスセンスが高くて、まあ守備能力が高い、そしてブロッカー持ってるねダニーロがまあ今回は結構いいかなっていう。で、左はまあロバートソンいつも通り置いてるかなっていう。センターバック2枚はデリーフとマルキニョス、まあ現役で組むならこの2枚がまあお気に入りかな。1個前のシーズンで取れたね、あの指名契約のマルキニュス、まあ、今週ねライブアップデートが B ということで、まあこのマルキニュスマジで強いんで使った方がいいかな。で DMF1 枚ですね、最近結構使ってるんですけど、ファビーニョですね。ブロッカーつけたんですけど、ファビーニョにめちゃくちゃ良かったですね。今週ねロドリも、カゼミロもみんな C ということで、アンカー枠だったら、ファビーニョがおすすめかなといった感じですね。で2枚の OMF はペドロゴンサービス、相変わらずライブアップデートがね結構いいですね、使ってますね。もう1枚こちらレミキャベラって、この選手もね周回登場して以来結構ライブアップデートがよく来てくれて、ダブルタッチ持ってワンシュースルーパスっていうことで、2枚の OMF に関してはやっぱりワンタッチシュートとスルーパスをめちゃめちゃ重視してるね。どっちもワンシュースルーパス、ペドロゴンサービスもレミキャベラもワンパンはないんですけど、ワンタッチシュートスルーパスっていうのはすごい大事だと思っていて、今はやっぱとにかくスルーパス通りやすい環境でもあるし、スルーパスが通りやすい環境っていうのはどういうことかっていうと、やっぱりメッシとかフェリックスとかがボール持って中に折り返すって言った時に、やっぱりこの2枚がしっかりワンタッチシュートでシュート打てるっていうのも大事だと思うんで、どっちも結構それなりに決定力も高くてワンシュー持ちなんで、この2枚週間 FP 持ってる方はまあ結構今週使っていってもいいんじゃないかなといった感じですね。で右ウィングはメッシということで、まあライブアップで C ですけど、まあ全然使っていいと思いますね普通に。でトップはねムバッペということで、2列目まあこれ普通に2列目じゃなくても何かしらのね週間 FP のムバッペで全然いいと思います。今週ねこの選手がライブアップで B ということで、ジョアン・フェリックスですね。まあ無指名契約のフェリックスを持ってる方はそっちぜひ使ってほしいんですけど、相手にいても実際うざいです。今の環境でもかなり強いと思う。まあ左ウィングとか左ミッドフィルダーでフェリックスがいると正直めちゃめちゃ厄介だなって感じることはかなり多くあるんで、まあ、今週持ってる方は絶対使うべきかな。ベンチにいるのはまず右ウィングはねサラーですね。サラーがまあ今週ライブアップで B ということで、今週ねやっと使えるねフェデリコ・キエザということで、ライブアップでがずっと C とかだったんですけど B で登場したところで、キエザもスーパーサブのウィングができるということで、しかもこれ両ウィングできるんですよ。この選手もめっちゃ強力だね。今週ディマリアも調子いいっす、ね、このワールドカップのディマリアめっちゃ強いんですけど、左右できるっていうね、本当能力めちゃめちゃ高いんで、ぜひ使っていくべきかな。ワンパンワンシュースルーパス持って、アウトスピンキック、コンカ持ってピンクロ、これでダブルタッチつけれたら神だったんですけどね。まあちょっとつけられないからね。そうなんですよね。習慣はちょっとつけられないっていうところがあるんで、まあだからメッシとかが C だったら、ディマリアとかサラを行ってって感じですね。で、キエーザと、まあレアオンはスパサブ枠。OMF2 枚は。あとは、このムシアラと、エンソーフェルナンデスですね。このエンソーフェルナンデスも無料指名契約、今週無料指名契約多いっすね。で、エンソーフェルナンデスも、これね、ワンパンワンシュースルーパス持って、ぜひこれにスパサブつけたいんですよね。スパサブつけたらめっちゃ強くなると思う。フェイス能力特化にして作ったんですけど、マジで使いやすい。ただまあ OMF 適性はないんで、まあ CMF で使うかなっていう。あとはジャマル・ムシアラ。ムシアラも無料指名契約ですね。ムシアラもかなり強い。あのスーパーサブ実際持ってて、ワンパワンシュしっかり持ってるって感じ。まあスルーパスないんですけど、ダブルタッチ持ってて、かなりね推進力あるドリブルできるし、前に行ってねゴール取ることもできるんで、ムシアラも強いね。まあ左ウィングとかもできるし。で、あとは1枚キミヒマ入れてる。まあこの1枠はね、ぶっちゃけコンディションの波が大きいな選手入れてもいいかなって感じがします。あとはそれこそ C でも使用感のいい選手ちょっと余ったんで、まああえてまあ今回はキミヒ入れてるかなっていう。まあキミヒを本当の5バックとかだったらサイドバックで置きたいんだけど、ちょっと4バックだと今の環境だと守備能力もちょっとないと怖いから、まあダニーロあくまでも置いてますけど、キミヒをねこのまあファビーニョのところに変えて入れてもいいかなっていう。まあ勝ってる時とかはねぶっちゃけ DMF 変えた方がいいんですよね。 DMF が一番事故りますやっぱり。後半とかパスカットしたはいいものの足がめっちゃ伸びたりとか事故がね結構起きちゃうっていうのもあるんで、勝ってる時はね普通にこうやってキミヒにこうやって変えちゃっても全然いいかなっていう。エピック
ックビッグタイムなしで組むならこの選手たちかなっていった感じですね。最後ちょっとおもちゃ TV のガチスカ見ていきましょう。はい、ということで今おもちゃ TV のガチスカまあこんな感じになってますね。まあ5バックなんですけども、メンバーそんなに変わってないですよね。変わってんのはね、キーパーのまあここアリソンであったりとか、まあサイドバックは変わってないですよね。でやっぱりサイドバックは5バックの場合は本当に守備能力と関係なくボールが持ちやすくてパスが上手いキミヒとジョルディアルバを使ってるって。でセンターバックがただ今回ねフォートレスのまあこちらファンダイクを使用してるんですけど、ワンチャンマルキーニョスに変えるかなっていう風には思いますね。無料指名契約にちょっとファンダイク重たいっていうのがあるんで、やっぱマルキーニョスの方が結構身軽に軽く動けるのがあって、ちょっとここはね変えるかもしれない。あとビッグタイムは変わんなくて、今週はジリンスキーがOMF でちょっとね C なんでペドロゴンサーベス帰ってきたということで、まあチャンスメーカーなんですけど、ペドロゴンサーベスの方がやっぱりこの決定力とオフェンス能力めちゃめちゃ高いんで決めてくれるってのあるんで、まあそんなに気にならないかなっていう感じはしますね。ベンチとかもまあそんなにメンバー大きくは変わってないから、やっぱりビッグタイムとかものすごいねガチ使いになってくると多くなってくるということで、だいたいこんな感じで、今まあなってるから、まあ5バック今のおもちゃ TV の中だとガチ使のまあ筆頭かなみたいな。あとは442とかもあるんですけど、まあよく使うのはこのガチ使の5バックなんで、まあ今のところこれを使って今週はオンライン回ろうかなみたいな感じで思ってます。ガチスカはそこまで変わらないけど、まあ、ペドロゴンサーベスとかね、はい、ちょくちょくそこら辺が入ってくると、うん、あとはやっぱ左サイドバック右サイドバックがビッグタイムエピックの枠としては足りない。通常とかの方がやっぱ質が高い。そう、左サイドバックはただねこの男がね今ね悩んでますね。旗手レオですね。指名契約の時は OMF と CMF 育成でタレントポイント振り分けしたんですけど、これねがっつりサイドバック育成でちょっと振ってみて、5バック限定の左サイドバックで今育成ちょっとしてみてちょっと使ったんだけど結構良かった。ボールコントロール、ドリブル、ボールキープすごい高くてパスも上手くてディフェンス53なんで、ちょっと守備のところはやっぱりものすごい気になる。5バックだと全然やっぱり5枚いるんで、まあ、そこまで守備の部分気にならなかったなって。でスピード瞬発もそれになってスマイル89あってボディコンも85、持ってるスキルがめちゃめちゃいいんで、ダブルタッチワンパスルーパスっていう。じゃあジョルディアルバが左サイドバックだと5バックの中だと一番のいい感じの選手なんですけど、旗ではジョルディアルバにないスルーパスっていうのとダブルタッチを持ってる、ボールの持ちやすさとかはジョルディアルバ並みだったんで、旗では今結構検証してる最中かなっていう。もしかしたら今週とか、まあ、ライブアプリがいい時限定になっちゃうかもしれないけど、旗手レオが5バックの場合は左サイドバックになってる可能性があるっていう。だからこの選手はあの星さんなんで必ず指名契約で取っといた方がいいかなって感じはします。かなり魅力的な選手ね。あの全然 OMF さっき俺らが紹介した指名契約で紹介した育成の仕方 OMF、CMF で使っても全然やれると思うんで、こういった感じでね5バック限定左サイドバックで使うって育成もありだと思うし、ポジションもねいろんなところができる。で能力もあのスキルもバランスがすごいいい選手なんで、ぜひね星さんなんでこの選手はみんなゲットしといた方がいいんじゃないかなって感じ。まあ大体こんな感じになってるかなってた感じですね。まあぜひね皆さんの方でもですね、今週はこの選手がいいと、このスカート使ってますみたいなねおすすめがあればですね、ぜひコメント欄で書いていただけると嬉しいなというふうに思います。この動画が良かったら参考になったよって方はですね、ぜひチャンネル登録、高評価でも応援していただけると嬉しいです。どうしよう、さらっぽー。